空を舞っている鳥はアカハラダカです。鷹の仲間のアカハラダカは体長30センチほどで鳩と同じぐらいの大きさです。毎年季節が夏から秋へと移る頃、中国や朝鮮半島から東南アジアなどの南方に向かって渡っていきます。南薩摩市の金峰山はアカハラダカの群れが南に向かう途中に羽を休める場所とみられ、野鳥愛好家らの観察ポイントとなっています。この日は数百羽がまとまって旋回しながら舞い上がる鷹柱も見られました。この後アカハラダカの群れは南に向かって飛んでいったということです。撮影は鹿児島市の MBC ふるさと特派員新村則夫さんでした。